もこもことした可愛らしい形のコキア。標高1000メートル、岐阜県郡上市の昼賀のピクニックガーデンでおよそ6000株が紅葉し始め、秋の訪れを告げています。コキアはその形からホウキグサとも呼ばれ、リフトで訪れた人たちが散策する姿が見られました。これだけね、たくさん揃ってるとすごく綺麗ですね。気持ちいいです。これからが盛りですね。今年は暑い日が多く紅葉は遅めでしたが、最近の朝晩の冷え込みで緑から赤へと一気に色づきが進みました。昼賀のピクニックガーデンは今月15日まで営業しています。